はい、皆さん、こんにちは。マリーポテトのチャマです。見ていただいてありがとうございます。今回はこちら。私が作っている豆の苗、スナップエンドウ、品種は富士姫、日本初と言われている紫色の鞘がつくそうです。私が栽培していっている上で気をつけることは、まずポット、大きめのポットを使います。12センチはあると思います。そうすると苗の期間を長くとっても根っこが回ることは少なくなります。土はヘリから結構下げたところまでしか入れません。理由としては、私はこの豆類は種を植えるとき頭を3分の1くらい出して植えます。全部植えてしまうと私のところでは腐るということが多かったです。なので、頭を少し出して通気性を良くして育てます。時間が経ってくるとこのようにひょろーんとして横に伸びてきて、これ種。実際株元弱いんですよ、この状態だと。土がないので。なので、ある程度時間が経ったら、このように土を足して、種を埋めてあげて、あとは株元を固定してあげます。こうすることで株が強く育つことがあったからです。よろしかったら参考にしてください。それではご視聴ありがとうございます。